どうも皆さんこんにちは、ケッツです。ということで今年の振り返り動画なんですが、ちょっとさっきねステーキの動画撮ってて、あ、脂身が多すぎて変な言い方したな。ろれつが回らんかもしれんけど、ごめんやで。今年の振り返り言うてもね、特にないんですよ。なんでかっていうとね、もう前の動画でも言ったと思うんですけど、なんもしてない。マジで今年ね、俺ケツの中継としてなんもしてないよ。エイペックスレジェンドの生放送しすぎたんですよ。150回ぐらい上半期でやったのかな。で、なんか夏休みの期間とかね、特にお盆の時期とか登録者バコーン行く時期じゃないですか。何もしてない。エイペックスの放送ずーってやっててましたよ。しかもね、別にね、特に お笑いのエッセンスを入れるとかちゃうね。マジでガチ。もうこんなもう遊びじゃないから、真剣だから。見ててもね、何も思わなかったと思う。あのね、下手くそなやつがね、マジでやる動画が一番つまんねえから。俺もずっとね、それしょっぱく言ってると思うんですよ。下手くそなやつはふざけろと、何ガチでやってんねんと、おもんないねんからね、言うてるんですけど、それやってしまって、今年の年明けが9万6800人スタートだったのかな、登録者が。で、そこからぐわーって落ち始めて、じわじわね、じわじわ落ち始めて、で、被災あったじゃないですか。私被災して床上浸水になって、で、強制的にゲームできなかった期間があって、で、それでエイペックス中毒みたいなのがちょっとリフレッシュされたんよね。で、終わった後、まぁ、ちょっと普通に、また動画投稿やっていこうかなって気持ちになってやり始めて、で、そっからまたこうバーンって上がって、で、96,800 人を通過して、今の登録者っていう感じですね。だから今回はね、もう減らして元に戻ったっていう1年だから、プラマイゼロでマジで何もしてない。そう、マジで何もしてない。だから、11月後半ぐらいから動画投稿し始めたぐらいで、だからそれまでは結構ふざけ倒してました。すいません。本当に申し訳ない。いろんな動画ね、見たかった視聴者さんいたと思うんですけど、マジ、すまん。もう本当にすまんかった。でも解き放たれたから、動画を投稿していこうかなと思うんですけど、まあ私ね、別に毎日投稿するわけじゃないんですよ。ずっと言ってますけど、毎日投稿できたらいいなと思いつつ、毎日投稿できてない実況者です。まあただ、その、まあこんぐらいのクオリティでいいから出して、まあ毎日投稿にしようとか、動画投稿本数を稼ごうとかいう気持ちはもうずっとない。もうほとんどない。まあたまにあるけど、でも、本当にない。それするぐらいだったら、もう動画投稿この日休んで、もう編集に時間かけてクオリティをちょっと上げて出すっていう感じにしてるから、すべての動画結構自信ある。だから自信持ってみて。自信あるから。でもね、今までね、ずっと私ね、ふざけながら適当に動画投稿やってたと思うんですよ。別にその仕事としてガチっていうよりかは、なんかやりたい時にやりたいもの出すみたいな感じで、あんまり大して考えずにやってきたんですが、まあ、被災を機にね、いろいろ考えることもあって、で、被災を機にちょうどバディが変わったんですよ。私、ウームに所属してるんですけど、ウームのバディさん、なんかマネージャーっていう人が変わったんですよ。で、変わった人が、まあ、もちろん前のバディもその前のバディももうずっと優秀やったんですけど、すこぶる優秀で、もうなんかすべてデータ分析してくれるんですよ。で、そのデータ分析がえげつないんですよね。なんか、例えばその、コードベインっていう実況やったじゃないですか。で、コードベインは、どの層の、どのあたりの市町村がこう固まってて、で、バトルフィールドはここあたりに固まってて、ここ、なんか、全部こう分析して、で、なんか、ケッツンさんは、このあたりの年代の人たちが多いから、こういう動画ぶっ刺さるとかね、ぶっ刺さる、なんかもう、すごいアナリティクスじゃ、見れへんようなところまで分析してくれて、すごい優秀なんよね。で、俺もう言っちゃえばね、最強のバディ手に入れたので、最近ね、かなりマジで考えてやってます。結構考えてやってる。ようやく実況し始めて6年7年ぐらいでね、ようやくちゃんとやり始めてます。で、まあそのおかげもあってね、最近は登録者が、まあ、少しずつ伸びてくれてるかなと思います。まあでもね、登録者はね、そんなにね伸びなくてもいいかなって思ってる。もちろんね、10万人は行きたい。でも10万人の次はもうなんかこう節目って言ったら100万やろ。結構遠いやん。だからまあ10万人いったらもちろん伸びてくれては嬉しいけど、登録者はもうそんなに気にしないかな。いや、登録者ね、意味ないもん。あんまり意味ないと思う。もちろんね、その100万人いった、200万人いったとかだったらね、こう、
YouTube の見た目的にすごいいいかもしれんけど、まあ、200万とか言ってね、なんか再生数が結構10万とかでね、しょっぱかったりとか、割とあるじゃないですか。だから登録者は10万人以降は別に、まあ、大していいかなとは思ってます。やっぱりね、一番大事なのは再生数だと思うんですよ。で、まあ、もっと言うなら、再生数じゃなくて月間再生数。月間再生数が全てやと思うから、まあ、一本の動画ね、大して再生数いかんかったら、1日2本3本上げたらいいんですよ。もう月間再生数が全てだと思う。うん、だからまあそっちを中心にいろいろデータ分析しながらこう考えていきながらやっていったらいいと思うんですけど、その中で私が一番やっぱり大事にしてるのは視聴者維持率です。はい。僕はもう視聴者維持率が全てです。もう再生数が二の次。絶対ね、あの絶対に月間再生が一番にないといけないんですけど、絶対そうなんですけど、そう分かりつつもやっぱり僕は視聴者維持率が全てです。で、まあ、視聴者維持率って何かっていうと、その動画何分、再生が維持されたかっていう感じなんですよ。一人当たりの再生がね。で、まあ、大体ゲーム実況とかだったら、まあ、30% ぐらい、平均 30% ぐらいだったかな。まあ、あれば、まあ、再生維持率はいい方でしょうっていう感じなんですよね。実写だったらもうちょっと上がる。うん。で、まあ、視聴者維持率っていうのは、まあ、例えば、3分の動画とかだったら結構皆さん最後まで見るので維持率は高いんですよ。でも長くなれば長くなるほどその維持率をキープするのはめちゃくちゃ難しいんですよね。ただ私はポケモンの動画とか30分超えてたりするでしょう。でも、50% 超えるんですよ、視聴者維持率。これ本当にね、俺の誇らしいところというか、もう皆さん見てくれてありがとうっていうことなんですけど、もうそんぐらい僕はもう込めてます。うん、込めてる。これが一番ね、僕の武器です。ダークソウルとかそういったのも30分ぐらいあると思うんですけど、でも視聴者維持率は 50% ぐらいだいたい言ってたのかな。やっぱね、視聴者維持率が全てなんですよ。視聴者維持率が高いっていうことであれば、その動画自体が面白くて飽きにくいっていう動画じゃないですか。だからもう、それなんですよ。で、再生数っていうのは別に思んなくても上がるんですよ。まあ言っちゃえばサムネ詐欺とかでもいいですし、最近流行ったものに乗っかってみるとかでもいいじゃないですか。モーニングルーティーンとか、別に内容がどうであれとりあえずクリックする時期とかあったと思うんです。で、フォートナイトとかマイクラとかもね、とりあえずそういうので、企画系とかやったり、あとアップデート情報とか瞬間的にこうバッて早い段階で出すと、強制的に再生数は上がるじゃないですか。で、再生数は上がるから、まあ、割とその再生の数字っていうのは、まあ、もちろんそのミリオンとかは難しいですけど、再生数のこのかさ増しというのはある程度できるじゃないですか。サムネとかタイトルとか企画とかでね。でも視聴者維持率はかさ増せないんですよ。まあかさ増しするといえば短い動画を作るとかだと思うんですけど、基本的に本人がおもろいかどうかで決まってしまうので、まあ私は結構ね、視聴者維持率っていうのをねすごい気にしてるんです。で、まあ私といえばね、結構バトルフィールド5っていうね、第二次世界大戦の FPS、 まあバトルフィールド系が一番伸びてたんですよ。ただもう、武器解説みたいなのをねやめたんです。実銃解説みたいなの昔はね結構やってたんですけど、それをするとね、絶対マウント取りたいマンみたいなのが出てきて、結構コメント欄の質がね異質になってくるんですよ。で、このライトな、そう、ゲームしてないけどケッツン中継編見てるとかね、バトルフィールドとか FPS が全然しないけどケッツン中継編から見てるっていう視聴者さんみたいなのが、まあ、割といるんですけど、まあ、その人たちがコメントしにくくなるというか、結構こうダークなディープなコメント欄になってしまうので、ああもうなんか嫌だなと思ってやめてしまったんですけど、まあそういう時をやったのは、まあ再生数良かったんですよ。で、バトルフィールド5も割と再生数は良かったりしたんですけど、再生数だけしか言わないんですよ。中のデータ見たらスカスカなんですよ。マジでスカスカ。どんぐらい関連動画に載っているかとか、その視聴者維持率とかね、そういうのがね本当にスカスカで、もう数字しか取れてなかったんですよね。うん、あ、これは良くないなと思って、まあ、最近いろんなジャンルの動画を上げたりしてるんですけど、まあ、視聴者維持率はねだいぶ良くなってきたかなと私は思います。で、私の動画のやり方ってもう完全にコンテンツ非依存型の投稿の仕方なんですよ。で、私はやっぱりコンテンツ非依存型の実況者になりたい。うん、コンテンツ依存型は、もちろんね、こう、バーンって跳ねやすい。で、登録者数とか、こう、再生数とかもね、こう、稼ぎやすいですよ。稼ぎやすいし、割とね、誰でもできるんですよ。できるんですけど、未来がない。うん。マジで未来がない。例えば、まあ、BF でバーって伸びて、BF の実況者ってなってしまうと、BF がこけたら、その本人もこける。長持ちしないよね。なんか長い目で見ると、長持ちしない。長持ちするゲーム、があるとすれば、マイクラぐらいかな。うん、で、ちょっと、
時点でフォートナイトって感じ。まあここら辺は専属の実況者とかなっても全然大丈夫やと思うんやけど、まあそれ以外は、基本的にコンテンツ依存型の実況スタイルは通用しないかなと思う。まあその場でこうバッて荒稼ぎして、その資金で別のことをやるとかね、だからそういうのがあるんやったらいいやろうけど、まあ僕はやっぱりね、コンテンツ非依存型、すべてのジャンルを自由に渡り歩きたい。まあ、FPS っていうジャンルとかね、あとオープンワールドっていうジャンルとか、まあ、そのジャンルもそうですし、まあ、PS4 とか、任天堂とか、まあ、PC ゲーム、で、あと、スマホアプリゲーム、なんかもうすべてのジャンルをね、自由に私は歩きたいです。で、それどころじゃなく、実写も自由に渡り歩きたい。実写もさ、割と専属のテーマみたいなのみんなしてるじゃないですか。ソロキャンプ、旅、料理とかね、なんかいろんなのがあるんですけど、それすらも僕は全部自由に渡り歩きたいですっていう、超コンテンツ非依存型の、YouTuber になっていけたらいいかなと思います。そういったやり方はね、登録者が非常に伸びにくいですね。伸びにくいで、数字もやっぱり上げていくのは難しい。もう理由は単純ですよ、類似したコンテンツが少ないからです。例えば私の飯動画でバーって入るじゃないですか。でも俺飯動画そんなに上げてないでしょ。だから類似したコンテンツがないんですよ。だからチャンネル登録までいかないよね。FPS 動画上げても FPS を俺コンスタントに上げてるわけじゃないから類似したコンテンツがない。昔のバディさんとなんかこう会食した時に、まあ、ケッツさんのやり方ってすごい、まあベストっちゃベスト、その YouTube のやり方としてはベストやけど非常に伸び方が遅い。特に今の時代いっぱいいるからね。だから10年はかかるみたいなことね言われたんですよ。で私6年7年ぐらいやってると思うんですけど、同じ時間やってる YouTuber は大体みんな登録者100万人超えてるんよ。そう、100万人超えてるんですよね。か、100万人に近しい登録者数を誇ってて、10万人いってない。そう、非常に遅いんですけど、まあ、こっからね、頑張るよ。っていう感じで、なんかこう、すべてのジャンルを渡り歩けたらいいなと思います。で、私ね、任天堂ってね、結構何回かね、チャレンジしてるんですよ。スプラトゥーンとかもそうですし、マリオメーカーとかもそう。なんかいろんな任天堂のタイトルは行ってるんですけど、やっぱりね、進出するのね、すごい難しかった。何回も行っては、ああ、やっぱダメだってこう撤退するっていうのをね、ずっと繰り返してたんやけど、ポケモンでね、ようやく、ああ、任天堂はこんな風に実況すればいいんだなみたいなのがね、コツが分かってきて、任天堂で、まぁちょっと成功したかなっていうのは思うんですよ。で、今スマホアプリでラブプラスとかもやってるから、まぁいろんなことを自由にやっていけたら、いいかなと思います。で、だいぶね、動画に割く時間の割合みたいなのもね、変化してきましたよ。今まではね、だいたい撮影が7、7割撮影で編集が2割でサムネとタイトルが1割っていう感じの時間配分で、1本あたり1時間から2時間ぐらいだったんですよ。で、昔私血芸中級編っていう名前やったんですけど、血芸中級編時代はだいたいね、2時間ぐらい撮影したら1週間分の動画撮り終わるみたいな感じの、もうすごい燃費がいい実況者だったんですけど、まあ、最近はね、編集とかもいろいろやるようになってきたので、時間かかるんです。で、まあ、以前はそういった割合で、まあ、だいたい1、2時間で1本ぐらいかなっていう感じだったんですけど、最近結構編集したりしてるじゃないですか。だからね、今は編集がだいたい7割ですね。で、撮影時間自体は 1.5 割ぐらい。で、サムネタイトルで1割ぐらいで、残りの 0.5 割がデータ分析かなっていう割合になってます。で、1本あたりだいたい、4時間から6時間ぐらいですかね。ポケモンとかなるとやべえ時は10時間ぐらいかかるんですけど、結構ね、1本あたり動画作る時間が増えてきてますね。で、実写動画ね、上げてるじゃないですか。で、結構家で撮影してる動画とかあるでしょ。ああいう動画はかなり楽なんですよ。1本あたり1時間から2時間ぐらいあればもう全部撮影編集まで終わってしまうっていうぐらいなので、やっぱゲーム実況にね、時間取られるときは実写を織り交ぜてこう本数自体を上げていくっていう形にしてるので、まあ実写をこれからも上げていきたいと思うんですが、で、私の課題、もうこれね、もう間違いない、もう私の課題はね、サムネとタイトルです。動画の内容は、まあ、引き続きこれからもこうブラッシュアップしていきたいなと思うんですけど、視聴者維持率が高いように、動画の内容自体は割とクオリティいいんですよ。割とクオリティいいんやけど、その動画を見てもらうためには、サムネとタイトルじゃないですか。だから、どんだけクオリティいい動画を作っても、そもそもクリックされなければ意味ないんですよ。で、クリックされる要因は、サムネとタイトルのこの2点しかない。で、私はサムネとタイトルが表示された数に対してクリックされた割合がすごい少ないんですよ。
すごい少ない。なんか、平均何パーセントされたらいい方みたいなのがあるんですけど、全然下回ってるんですよ。だから、私の課題はね、サムネとタイトル。いや、これ本当に難しいんよ。マジで難しい。一回、ウームのね、サムネとタイトル研修みたいなのね、バディさんから受けたんですけど、やっぱりすごいね。ウームの上層部がやってるサムネとタイトルの作り方みたいなのね、マジですごい。組織的というか、段階的というか、工場のなんか流れ作業みたいな感じ。ここでこうして、こうして、こうして、で、製品ができるみたいな感じで、サムネとタイトルね、のこだわりがね、異常。昔のね、バディさんにも言われたんですよ。もうぶっちゃけね、サムネとタイトルが9割でいいって。もう動画の内容1割でもいいレベル。とりあえず見られないと始まらないからっていうね。ほんまに9割っていうわけじゃないですよ。でも、そんぐらい大事っていうことで、で、私の課題は間違いなくこれです。もうサムネとタイトルです。もういろんな人のね、研究するっちゃ研究するんやけど、やっぱり難しい。で、ある程度ね、登録者数がこうバーって伸びたりしたら、サムネとタイトルね、割と雑でもいいんですよ。雑でもいいんですけど、私はそういうわけにはいかない段階なので、やっぱりいろいろ考えないといけないんですけど、難しいね。これが来年の課題かなと思っております。まあ、サムネとタイトルはね、マジで悩んでる。まあ、バディさんにも相談したり、あとは視聴者さんにもね、割と相談したりはしてるんですよね。私、ケツン受験の実写っていうサブチャンネルみたいなのがあったんですけど、まあ、実写こっちであげようかなと思ってるので、あっちはもう、アーカイブ残さない、生放送みたいな感じのチャンネルにしようかなと今思ってるんですよ。で、割と生放送とかで、僕皆さんにお客様アンケートみたいなのしてるじゃないですか。結構やるんですよ。コードベインとか上げてた頃は、1話上げるたびに生放送して、今日の動画どうやった、どういうところがあれやったみたいなのを聞いて、なんかまたその動画に反映するみたいな、結構お客様アンケートやるんやけど、ゲームの生放送とかもしてるんやけど、まあ、皆さんと交流するチャンネルとして、残そうかなと思います。いや、でもマジで今年の、ケツン中継の思い出、何もねえ。何もねえな、うん。年明けから被災する10月までの、なんかこう、ケツン中継の記憶より、被災し終わって、ちゃんと動画投稿をやり始めた、こう、1ヶ月間の方が、記憶が濃い。そんぐらい俺何もしてなかったやろね。まあね、ポケモンの視聴者に FPS を見せるなんて、なかなか難しい話なんですけど、まあいいや、そういうことで、頑張っていきたいなと思います。ということで今年もお疲れ様でした。また来年、なんか年明けの雑談みたいなのはね、ちょっとだいぶ出ないと思う。ちょっと撮影が間に合わない。はい。良いお年を。また来年もよろしゅう。